マサト君、何を書いているんですか？ああ、そうでした。パンフレットに載せる Q&A に答えるんでしたね。僕も書きます。出身は北海道で、誕生日は翔ちゃんと一緒、血液型は AB 型、趣味はもちろんお料理です。お仕事はやっぱり音楽に関する活動が多いですね。それとバラエティも多いかな。番組で癒し系って言ってもらえると嬉しくなっちゃいます。僕、みんなを癒せているでしょうか。マサト君とオトヤ君と3人での撮影、ワクワクしますね。あ、衣装に合わせてメガネを外した方が新鮮さがあっていいでしょうか。待って、夏希、メガネはそのままの方が、ほら、夏希らしさになっていいと思うよ。その方が絶対いいよ。ねえ、マサ。何を慌てているんだ、一時。シノミア、むしろメガネも衣装に合っているのではないか。そうですか。じゃあ、二人がそう言うならそうします。みんなとの撮影とっても楽しいです。これから写真をチェックするんですよ。いろんな僕を見てもらいたいなと思って、たくさん表情を撮ってもらったんです。ファンの皆さんは僕のどんな表情が好きなんでしょう。そうだ、スタッフさんがつけていたメガネが可愛かったので、次は可愛いメガネをかけて撮影してもらうのも楽しそうです。翔ちゃんにもアドバイスしてもらいましょう。衣装やメガネに似合うポーズも考えておきますね。